だ。あれあれ、やばいな。そらじゃらじゃ。タイトルが思い出せないわ。あの派手髪の考察系 YouTuber と、よく喋る脚本家のやつ。うわ、なんだっけな。無限まやかしだ。大島康之です。高野湊です。無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオ番組なんですけれども、チャンネル登録者 YouTube 1万人突破いたしました。わー、いやー、これは大変だ。本当に本当にありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。やっぱそれも1万とは言いつつも、はい、やっぱ1万の1が集まったってことですから。そうですね。それを本当に感謝ですね。はい。もうその数じゃないの、うん。数じゃないってことは言っとく。大富豪が1万人をポンと派遣してくれたわけじゃないですか、ね。違う。そうじゃないことはね、僕らがあのチャンネルの伸びを知ってるので間違いないんですよ。本当に急に100人増えた日とかはないので。そう。だからもう一人一人に本当にありがとうございますってことです。あの1万人をありがとうじゃなくて、うん、一人一人に本当にありがとうございますって、はい。あなたにありがとうございます。そう。だから節目としてこれやってるんですけども、うん、はい。で、節目としてやってることにまあ理由がありまして、はい、ちょっとね、YouTube とポッドキャストでこれやってるんですけど、はいはいはい、始めた時に軽口をね叩いてしまった。だから軽口だからあんま思い出せないんだよな。ね、でも証拠が残っちゃってるらしくて、こう夜道でバッて僕突きつけられて、これお前の声だろって。誰それ怖い。インターポールみたいな。インターポールみたいなやつに。インターポールを何だと思ってるの？これお前の声だろうって、羽交い締めにされて、アスファルトに押し付けられて、聞かされたんですけど、どうやら、まあ、1ヶ月ちょい前に、YouTube の登録者1万人もしくは Twitter のフォロワー3000人いったら、イベントをやりますと言っていたらしいんですよ。で、まあ、俺の声っぽかったんだけど、どう、覚えあります？いやー、よく覚えてないですね。本気で言ってなかったっていう説もあるんだけど。うん、でもなんかぼんやり、確かに何かをするって言ってた。じゃあ覚えてなさいよ。じゃあ覚えてるでしょうよ。ね、まあ言ったようなんです。はい、でもその規模とかね、はい、どんなイベントにするとかは、まあ全く言ってなかったし、はい、正直1年後とかにやる話だと思ってたので。正直ね、まあ今イベントって言いましたけど。うん、イベント？イベント。そう、イベントをやるっていうね。言っちゃってましたよ。うん。まあ、オンラインイベントとかでもいいわけですから。そう。まあ、あと、これって、公約だったと思うんですよ。そうそう。公約って、守られるものですか？これはひどい。現代の。これはひどい。ね、今の日本で。まあ、ほぼ守られないけど。公約っていうのはね、政治家さんとかが出すものですけど。マニフェスト。マニフェストですよ。守られてますか？守ったら逆にすごい偉いみたいなね。ものになってますね。そうですよ。だから、守らないのが普通。うん、だから、こっから、いや、あの人たちの、こう、建前としては、あの人って言っちゃうけど、法案は出してるんですよ。ああ。まあ、全部じゃないけどね、はいはい。法案は出した上で、こう、審議で、ダメだったりとか、その法案がまず成立しなかったりとか、みたいなことがあるわけですけど、はいはい、その、僕らの場合、そこで止まる理由あんまないっていう。外圧ないからね。そっか、止める人がいないもんね。そう、だからあんま言い訳できないかもしれないし、別に、イベントやりたくないわけじゃないですか。まあ、やりたくないわけじゃない。やりたいんだけど、不安。不安だし、その心の準備が追いついてないし、本当だよ。大体どんぐらいのキャパでやればいいかとかも、よくわかんない。わかんない。わかんないです。でもまあ、やっぱ最初だから、うん、僕もやっぱその、昔ね、はい、その大学時代に演劇やってたんですよ。はいはいはい、で、小劇場の演劇とかやってたんで、はいはい、まあ割と分かるつもりなんですよ、そういうイベントとか。うん、もちろん大島さんもやってたと思いますけど、はい、まあだから僕の感覚では、うん、やっぱキャパ、うん、5かな。ふざけんじゃないよ。ふざけんじゃないよ。いや、だってさ。バカ野郎。だってさ、いやもうさ、植えるスピードもさ、めちゃめちゃ速いしさ、うん、本当にっていう、うん、その、だから、1万の1とは言ったけど、うん、その人たちのね、顔を我々は見れてないから、うん、ほんまに、おるよなって。まあね。じゃあ5人なんだとしたら、うん、まあこの回配信後の夕方にジョナサンでやりましょう。うん、ってなっちゃうからね。ジョナサンでいいじゃないですか。ダメでしょ。ジョナサンでイベント。そういうことじゃないのよ。そういうことじゃない。まあせめて50とか。ああ、せめて100とか。うわ、すごいじゃん。で、オンライン配信チケットもありとか。うん、マジ？そのぐらいでしょ。もう大イベントじゃん。まあそうなんだけど、うん、まあ僕は結構その、
イベンターというか、ああ、そうか。その自分で主催トークイベントとかも、コロナ禍の前とかは結構ロフトさん系列とかでやってたタイプなので、まあ、100は不安。100は不安で、いや、ぐらい。よかった。よかった。だから僕も、その、あの演劇やってた時にやっぱり、1回につき50人入るみたいな、ところでやってた。うん。で、それくらいが、それくらい。うん。だと思う。だからちょっとね、でも、ニュースピックスじゃないけど、あ、ニュースピックス？ちょっとイノベーションを起こしたいなと思ってて。なんだなんだ、急になんか難しい言葉出してきて。ゼロ円チケットみたいな。のを配布して、はい。で、それを買ってる人は、本当のチケットはじゃあ、わかんないけど、3000円のイベントチケットです、みたいな。本、はい、ちゃんのチケットが発売された時に、本、はい、ちゃんチケットを買わなかった場合、1500円のバッグを取られます、みたいな。んああ、なるほどね。もの。だその、前売りの前売りみたいな、ものを、どんだけ予防線判断どんだけ予防線判断いや、ニュースピックスですよ。ニュースピックスやってる。イノベーションですよ。イノベーションじゃない。ぐらいのがないと不安よね。でも不安は不安よ。だから、まあだからあの、クラファンとかやるんでしょうね、うん、こういう時。クラファンってそれだわ。そう。確かに。あのね、演劇でクラファンやる人間いるんですよ、結構。はいはいはい、僕あれ半分詐欺だと思ってて、うん、あの、ちょっと、あの、あえて厳しいこと言うけど、あえて厳しいこと言うけど、なんでかっていうと、うん、クラウドファンディングっていうのは、はい、あの、やる内容がはっきりしてるものに払うものだと思ってるんですよ。確かにね。だってもう会社と同じじゃん。株式会社とかと同じなのに、うん、あれは演劇って内容わかんないから。わかんない。ギリギリまで内容わかんないものに、とりあえずお金ください。いや、くれないとやれませんって言って、確かに。お金募って、で、その後、返金とかできないわけ。内容とか担保されてないから。確かに。だから我々そこに立たされてるんですよ。だからイベントでまず何やるかを、こう、ちょくちょくこの雑談会で、開示していくってことですね、はい。そうですね。まず我々にできる。こととしては、でそれで何人が来てくれるのかを、うん、何回かやるうちの、うん、そのそれこそコメントとか、うん、あとメールとかいただけると、そうね、少しずつ我々も前向きになれるかもしれない。全く信用はしないけどね。そう、 100% 信用はしないけどね。まあ、ね、絶対行きます。絶対行きますが、行けたら行きます、うん、が100コメントあっても、うん、行けたら行きますが100コメントあったら0人でしょ。ゼロですね。行けたら行くを考えるみたいな回ありますか。いやー、結構語り尽くされてるよ。行けたら行く問題は自分ももう使ってるしね。まあそうかな。まあでもこの表で話すことって、うん、やっぱりまあ Spotify、Podcast は。ちょっとクローズドな場所とはいえ、YouTube に全部同時配信してるんで、うん、YouTube って本当にどこが切り取られて拡散されるかもはや分かんない場所になっちゃってるから、まあ相当慎重なこと言ってるので、まあぶっちゃけこうだよねみたいな話中はしたいよね。したい。で、それはトークイベントでやりたいけど、トークイベントをまあいきなりはできないから、こう記念とか、こう囲つけてやりたいなっていう気持ちはまあありますよね、お互いね。まあ、やはりある。うん、でもどんな話するんだろうな、ね、そうですね。そこがわかんないのよ。そう、基本褒めるものしか扱ってないし。そう、あの、僕らの基本スタンスそれなんですよ。ね。とにかく褒める。そう。で、しかも、あの、これ二人ともが、被った、本当に良かったものしか、扱えないので。だからこれたまたまなんですよ、これ。そうなんですよ。異常な更新頻度といい。そう、初恋の悪魔のサイレントで、なんか毎日更新してるっていうので、うん、結構、こいつらずっとやっていくのかなって思われてるかもしれないですけど、うんうん、2023年、うん、好きなコンテンツが一個も被らないとかの可能性ありますからね。いや、全然あるから、本当にありますよ。そうなったらずっと、その、アラサーとは何かとか、を話してるっていうこともあり得るので、だから今は本当奇跡なんだっていうことは、分かってほしい上で言うと、こう、好きなものを褒めるというディスカッションしか、基本し慣れてないので、うん、僕らは。死なれてない。うん、じゃオフラインでどんなことを話してほしいかっていう。こととかはちょっと募集したいかも。それ聞いてみたいですね。ね、そうなってくると中身がちょっと詰まってくるので。うん、だからなんかやっぱクローズのなところだと、ちょっと話しましたけど、うん、なんか人に言えないこととか、うん、なんか暗い話とか、うん、なんかちょっとなんか嫌味な話とかするみたいなこととか、ちょっとふざけて話しましたけど、うん、それもどうなんだろうっていう。そう、それもね、別に僕らあんまり普段裏でもそんなしてないので、うんうんうん、そうそうそう。得意じゃないんだよな。なんかね、あの、あれですよ、あの、なんかよく行く、あの、ご飯屋さんで、うん、あの常連さんだからって言ってちょっと裏メニュー出してあげるよって言われて、うんうん、ラーメン屋さんの裏メニューでもらったのが、うん、あのパスタだったりした時の、うん、これラーメンの麺使ったパスタなんだよって言われた時に、うん、いやラーメン食いたくて来てるんだけどなみたいな、そう、知らないよっていう知らないよってことになっちゃうとあれなので、そう、あれだから、うん、まあでもトークイベントの時は被んなくてもいいかもしれないですね。うんうんうん、お互いが好きなものを
こう、バーって10個ずつ持ってきて、うん、あこれは僕はダメでしたとか、ね。ああ、それはいいですね。これは僕見る、多分見ないと思いますとかっていうふうに、こう、噛み合わない我々を見せてもいいかもしれないです。普段ね、噛み合いすぎてる部分が、ちょっと自分で聞いてて、気持ち悪いというか、ちょっと、こいつら本当かみたいな。本当かみたいなね。ありません？自分たちの音源聞いてて。そうかも、本当に。うん、わかる。こいつら、なんか、あれ夏クールは日テレから金もらってたのに、秋クール富士から金もらってんのみたいな。なんかそこの違和感あるんですよ。もらってるわけねえし。もらってないのよ、本当に。ただ自分たちの熱量でやってるだけだし、あとバックに何もいないの、俺ら。そう、いない。うん。やると強制する人も誰もいないの。回し物なんだとしたら分かりにくいし、ね、説明が。だから、あ、それだね。そう。だからそこは、なんていうのかな。その、ほんと、もっと素が出るというか、うん、あ、好きなものだけなんじゃないんだ、この人たちは。っていうのが、間接的にわかるような喋りっていうのはしてもいいかなとは思いますね。だからそういうのはやっぱりちょっと、ぜひ、ご意見を伺いたい、ね。そうですね。ですかね。本当にね、二人の大きな丸と大きな丸の、うん、ごっく一部しか被ってないんだ。そうそうそう、意外とね。僕はテレビドラマ全部見るのに、この人、ワンクールに一個しか見てないんだ。そうそう、なんならもう、一年に一個見たら奇跡なのよ。そんな人がドラマの脚本を書いてる理由は僕は未だに理解できないんだけど。来た来た、急に攻撃が来た。未だに全く理解できないんだけど、一方で僕はドラゴンボールとか、うん、ワンピースとか。読んでないですか。そう。で、しかもアニメも見てないのに、僕はコンテンツ全部見東大生って言ってる意味がわからないんだ。もう言ってないんですけどね。自分ではもう言ってないんだけどね。そのあたりの、こう、ずれる部分みたいなことっていうのは、トーク、オフライントークイベントでこそできる話かなと思うので、まあ、今全く会場を抑えたりはしてないですけど、してないですけど、していきましょう。はい。で、ツイッターもね、3000人いっちゃったらまた、新たな公約を考えなきゃいけないんで、うん、そうですね。そこのあたりも含めて、はい、こう、つどつど、今ここまで考えてますよという雑談会を出していきますので、はいはい、とりあえずは1万人のあなた、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、本当に。引き続き好きな回だけ見てもらえれば大丈夫ですので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、大島康雄でした。はい、高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。